はいはい、はい、ちょっと前に、うん、プロがかぶり教えてもらったでしょ。はいはいはい、うん、そしたら、うん、これまたみんな知りたいネタだと思うんだけど、うん、なんでプロは曲がらないのか、おお、種明かししてもらおうかなと思って。線になってるから。線になってる、うん、曲がるのは点、曲がらないのは線。ここで多分もうピンときてる方もいると思うんだけど、飛ばしは点でもいいの、曲げないためには線じゃなきゃいけないの。それはもちろんインパクトなんだけど、もともと飛ばす人が点だったとして、それを線にしてる理論が今の世の中出回ってる理論の9割。例えばシャロースイング、ダウンブロー、ハンドファースト、下半身リード、まあ、そんな類よ。俺が動画で絶対1回は言ったことある理論っていうのは、点を線にする理論イコール飛ばさないためコントロールを重視するための理論。それを飛ぶプロは取り入れてるから、プロは曲がらないの。要は早く言えば飛んで曲がらないの。もともと飛んでるから。もともと飛んでるから。で、飛ばない人がその理論を入れたら、うん、ある程度の最低ラインを下回る場合が多くて、うん、要はスピン量が足らない、振り足りない、うん、インパクトの要は強さが足りないから球がばらけるから、うん、要は飛ばなくて曲がるの。逆じゃん。逆。やりたいことも。それは前も動画で言ったけど、結局基本ができてなかったら取り入れた時点でミスショットが多くなるってことはもう間違いないわけだから、ワンナップゴルフは散々基本を大事にしてくださいねっていうことを言ってんの。それちょっと動きでやろうか。点と線の打ち方やった方がいいね。今からさ、線の打ち方を教えてくれると思うんだけど、うん、そもそも点で打てなかったら線で打てないでしょ。ね、俺それ最近知ったんだよねごめんなさいね、ゴルフの話関係なくなると思うんですけど、トール君からそもそものそういう勉強的な話を聞きまして、僕はやばいバカなんですよ。なんで点と線って点と線があると思ってました。でもさっきトール君から習ったことなんですけど、点がいっぱい重なれば線になるっていうことなんで、点がなかったら線がないっていうこと、それトゥデイ初めて知りました内緒です実際インパクトはどうなの。そう、点で捉えられなかったら線はない。そう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 言っちゃったな。まあいいか、点で打つね。これ点、点イコールドキよ。次線。これ線。That's it。失礼してよ。あ、OK。1球目点って打ったよね。そう。で、その1球目の点っていうのは、グリップが支点になって、ヘッドが、こうやって動いてる。こうやって。いつものスイング。そう。本当に、もうノーマルド基本。あれが、結局、なんで点かっていうと、こうやって打ってないと。これ線じゃない。こうやって。ボールのとこだけに、パンってヒットさせてんのよ。1点なのよ。インパクトのとこだけにクラブをパチンと合わせてるの、うん。それが、要は点で打つショット。そう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 。インパクトね。そう。それは結局、まあ飛距離が出しやすいのよ。瞬間的にパンって当てるから。うん、2球目に打った線っていうのは、俺、振り遅れてください。その代わりフェースはいつもターゲット向いてくださいって言うじゃない。こうやって早い段階でリリースするなり溜めてもいいけど、フェイスをずーっとインパクトボールに向けてこうやってやって、要はこうやって打ってるんだ。それは多少なりとも両手だったり左手リードでクラブの動きを最小限に抑えて、体のパワーでクラブを制御しながらこうやって打つショットなの。そう、それが線。要はここにあってもここにあってもどこにあってもインパクトできる状態を常に広いゾーンで作ってあげてんのよ。それが線のショットね。それはもう曲げないため。多少飛距離落ちるなりしてもいいけど、本当に狙ったところになるべく誤差がないように打つための、要はラインを出していくショット、それが線で打つショット。これがねできると、要はまあ曲がんないんだけどね線で打てれば。だプロが曲がらない、プロでも曲がるのはもちろん曲がるんだけど、曲げちゃいけない時に曲げないショットを打てるから曲がらないイメージがあるのよ。はいはい、うん、そう、そのテクニックが持ってるから。なるほど、それが今の。そう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 。
あれでも全部それ打ってんじゃないの？ね、まあ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 近いよね。全部ミックスミックスミックスもあるし、うん、その全部それで打ってる人もいるし、うん、全部入れない人もいる。あ、そうなんだ。うん、それはその時の調子だったりコースだったり、うん、得意不得意のホールによって全然変わるから。うん。ただ極力もちろん曲げたくないし安定したショットを打ちたいからアイアンなんかはまあほとんど入れる人の方が多いよね。ずーっとだからこういうフィニッシュを取ったりこういうフィニッシュを取ってる時っていうのはそれを入れてる可能性が非常に高い。より線にしてる可能性は非常に高いけどアイアンでこうやってやる人っていうのは少ないから、どっちかというとまあ必要ないからね。体幹を強くして、なるべくこう歯切れのいいショットで、早い段階でこうやってクラブリリースして、このままこうやって引きずって出すような、こういうショットよね。こういう感じよ、もう。そう。開きまくってるやつね。開きまくってる。締める必要ないからね。じゃないとそれできないから。だほとんどのプロの連続写真なんか見ると空いてるからね。なってる。うん、ね、うん、それで結局アイアンなんかは打つ人はめちゃくちゃ多い。だほとんどそれなんでしょ。そう。特にアイアンね。ドライバーなんかはやっぱ飛距離が欲しいから多少こうインパクトでバチンって点にして飛距離を出しに行くショットは打つけど、アイアンはさ、やっぱりピンに打つから縦距離も横幅もさ、制御しなきゃいけないじゃん。そうするとさ、やっぱりこうやって打ちたいじゃん。それが線になるじゃない。だからそういう形をインパクトでじゃあどうやって作るの？その動きやってみてくださいよって言った時に、やっぱりこうなるからね。で、こうやって引きずるから。そう。ヘッドでボールを持ってるみたいな。そう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 。そう。そう。まさにこう。こうやって。そうそうそう。そうやってアイアンは打って点を線にしてゾーンを作りながらラインを出す。ショットを打つ。それがね、プロが曲がらない理由。それができるから。そうすると、飛距離がさ、少し落ちるわけじゃん。うん。それも計算して、判定選ぶと。もちろん、もちろん、もちろん。ただ、左脇がインパクトで締まってて、しっかり体幹で打ててて、手首が緩んでなかったら、ほとんど飛距離って変わんない。あ、そうなんだ。アイアンはね。あ、そうなんだ。ドライバーは変わっちゃうんだ。やる必要もないけど、ドライバーは。やったとしたら、アイアンよりは全然落ちる。でも、アイアンはね、バチーンって体締まってるから、あんまり変わんないんだよね。インパクトの強さが変わんなかったら、飛距離変わんないじゃない？それで打てる人は、それで打てるように練習するんだけど、そう、それができた時には、距離ってほとんど変わんない。球の高さがちょっと低くなるだけで、距離はね、あんま変わんないね。それは、段階で言うと9なの？これ全然9。あ、これだけ？全然9。うん。さっきの点は1から8。1。うん。あ、そこで完璧にもう戻せるようになったら、キューとしてその段階があるんだね。そう。なるほど、ね。そう。だから俺これやり出したのは、テスト受かってからだから。逆にあれね、受かるものこれやっちゃうと。受かんない。そうだよね。受かんない。何やってんのってなる。なっちゃうんだよね。うん。どうしたのって。戻せもしないくせに。そう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 。って絶対言われてる。あ、そうなんだ。うん。それぐらい必要ないこと。そう、だから、確かにその、プロって曲がらない。イメージあるし、なのに飛ぶイメージもあるし、それ要は飛んで曲がらないじゃない、うん、その答えとしては、うん、練習いっぱいしてる。あ、違う。ごめんね。点を線にしてる。そう。ただ、その点を線にするには、うん、やばい数打つよ。っていうぐらい。相当やってるっていう感じ。点を線にするにも相当な数打つけど、うん、まず点が現れるのに、相当な何十年でしょ。ああ、そっちの方が多い。何にもない状態から点が見つかるまで。そうそっちの方が数は多い。そうでしょ、うん、それができちゃったら、1000人なんだすぐでしょ。すぐすぐすぐ。点が分かってるから。それをだん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 伸ばしていくだけだから。1000は点の集合だから。点が集まって1000になるから。ああ、なるほどね。なるほどね。ちょっとね、今日大人になった気がする。平井くんがあのボール打ってる間、俺鉛筆動かす。間違いない。間違いない。そうだね。だから、プロがそう曲がらない理由は、線にできるから、インパクトをね。じゃあ、良い子の皆さんは真似せず、まず、点を。見つけてください。作るなり見つけるなり。線からやらないでください。うん、そう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 。うまくいかない、うまくいってたら別にいいんだけど、うまくいかない方の特徴として、こういう動画見ると、線にしたくなったり、線を見つけ出すから、それはやめた方がいい。
自然と線って分かってくるものだから、それが分からないまではずっと点を見つけた方がいい。あ、ずっと点をやってったらそのうち線が分かってくるのか。分かってくる、絶対分かってくる。結局その点にする打ち方じゃないってことを判断できなきゃいけないから。へー、そう、そのためには点がもう完璧に分かってないとダメ、絶対ダメ。そう、絶対ダメ。だから結構ワンナップゴルフって残酷なこと言ってんだけど、はい、もっと基本をやってくださいとか、はい、花形を言わないじゃない。だけどそういうことをもう言いたくもないんだよね、はい、あれやったらこうなりますよとか、はい、なんかね、違う。でもこういうことをさ、言ってくれる動画もないでしょ、うん、かもね。あ、そうかもね。残酷っていうか本当のことね。嘘ついてないから。間違いない。そう、嘘ついてないから。うん、そうだね。本当のこと言ってるだけだから、うんうんうん、それはね、自信はあります。やってきたことだからね。そうだね、うん、だからやっぱりその基本をやってもらって、うん、さっきも言ったように点を見つけてもらって、それをもういかに伸ばせるかっていうことを段階を経てやっていっていただくことが大事ですね。で、今回はプロが曲がらない理由というのをお伝えさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。インパクトゼロやってますか。最後までご視聴ありがとうございました。